つくば線は、かつて、茨城県土浦市の土浦駅と茨城県、西茨城郡岩瀬町の岩瀬駅とを結んでいた、つくば鉄道の鉄道路線である。国鉄分割民営化と同日の1987年4月1日に廃止された。茨城県南西部、つくば山地再六の外苑に沿って、国鉄常磐線土浦駅と水戸線岩瀬駅を結んでいた、秘伝化路線。 1918年に土浦駅岩瀬機関が開業した。さらに岩瀬から猛火を経て、宇都宮への延伸計画も存在したが1934年に免許が失効している。最盛期の1960年頃には土浦駅から筑波山観光の拠点となっていた筑波駅まで急行列車が走り、降楽シーズンには上野駅や日立駅から国鉄の客車列車が つくば駅まで乗り入れていた。その後、モータリゼーションの進行などにより、乗客が減少。1979年に、つくば鉄道として、保護田線とともに、関東鉄道から分離された。分離後、様々な合理化を行ったが、経営は好転せず、1984年には、沿線自治体に事業廃止を申し入れた。 1985年10月1日からの1年間、回数券3割補助などの助成を行ったが乗客は増加せず、1987年3月31日の運行を最後に、翌4月1日に廃止された。なお、当選を運営していた会社は、関鉄つくば商事に、社名変更し、現存する。現在のつくばエクスプレスと異なり、1960年代より、 開発の進む筑波研究学園都市の中心部からは大きく離れた地域を通過しており、アクセス手段としてはほとんど機能していなかった。廃線後はほぼ全線がサイクリングロードとなっており、各駅のホームなどが残るところもある。筑波線の近年の輸送実績を下表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。 表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。筑波線の近年の収入実績を下表に記す。表中、収入の単位は1000円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、 最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。全駅茨城県に所在。接続路線の事業者や所在地の名称などは路線廃止時点のもの。渋駅はしばしば柴尾駅とご表記されることが多い。ちなみに駅名は紫尾であるが地名はーオである。筑波駅跡は当時の駅舎、校内バス乗り場のまま。 つくば山口というバスターミナルとして使用されており、2005年まではつくば駅の表記も残っていた。現在は首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスのつくば駅と紛らわしいために解消されている。このほか関東鉄道のバス停で駅がつくバス停の名称が解消されることなく残っている例がある。廃止時点で在籍していたのは、機動車7形式重量。 ディーゼル機関車1形式1両、貨車1形式2両の計13両で1987年4月1日付ですべて除籍された。このうち、キハ30系、キハ500系、キハ504型の3両は関東鉄道上層線の三つ街道機関区に改装されたが、301のみがキハ300型として6月に入籍され、他は解体された。また、 1985年廃車のキハ461は愛好家により公園に保存されていたが現在は埼玉県埼玉市の鉄道博物館に展示されている蒸気のほか、車席のないキハ540系キハ541とキハ460系キハ461が保管されていた虫がかり駅付近を走る機関車廃線直後 関東鉄道は、土浦北条筑波新壁岩瀬間などに路線バスを運行し、廃線後もほぼ全域エリアをカバーしていた。その後、筑波岩瀬間の代替バスは廃止となり、一時は新壁などへの公共交通機関が途絶えたが、後に桜川市バスの新設により事実上復活している。土浦筑波間この区間には、 つくば潜敗市以前より国道125号を経由する路線バスが存在していたため、この系統が実質列車代替バスとなっている。また、北条までは土浦駅下妻駅系統が同一経路で運行していたほか、土浦駅からの区間便で完結するものが中心も多数運行されていた。この区間ではつくば潜敗市時にバス停の新設は行われなかった。 もともとこの区間のバスは国道125号沿いの人口が多い地区を結んでいる一方で筑波線の駅は地区の外れに駅が設けられていた。このため、この3駅の近隣にはバス停は新設されず、駅から離れてはいるものの地区の中心にあるバス停で代替される形となった筑波岩瀬間古の区間にはもともとバスはなく筑波線廃止の際に つくば新壁岩瀬間に代替バスが新設された。つくば駅岩瀬駅の系統が中心だが、一部土浦駅真壁駅を直通するバスも存在している。一方で、真壁べ駅園から土浦駅への直行便は設定されたことはない。土浦つくばとつくば岩瀬間で様相が大幅に異なっている。土浦つくば土浦北条つくばの系統は現在も 毎時一本の水準を維持している。この本数は廃止以前からほぼ同数であり、また列車の最晩年の本数とほぼ同水準である。北条まで同一経路で運行している土浦。下妻系統を加えると、北条までは毎時二本程度の運行。さらに、藤沢までは土浦高岡の系統も加わり、毎時三内市四本程度確保されている。 つくば岩瀬間この区間は、大体当初は列車と同水準の便数があったものの、年を追うごとに減少していった。2005年につくば、エクスプレス、つくば駅との間に関鉄グリーンバスによる休校バスの運行が開始されるものの、マカベ駅岩瀬間の一般路線に至っては2006年10月1日に全便休日運休路線となり、2008年4月には廃止された。 2016年10月1日より社会実証実験として桜川市、つくば市広域連携バスが関鉄パープルバスによりつくば口バスターミナルから桜川市真壁庁舎まで運転された。2017年10月1日からは同バスは岩瀬駅経由で桜川市岩瀬庁舎まで延伸され9年半ぶりに旧つくば鉄道、つくば岩瀬間が 公共交通機関で結ばれた。ありがとうございます。